大量の魚を漁獲する大型漁船。乱獲。乱獲は、鳥獣や魚類の野生動物、及び自然環境にある植物などの生物をむやみに大量捕獲すること。主に自然に増える速度を超えて、過剰に動物を取り続けてしまうことを指す。関連する言葉としては、法で保護されている動植物を密かに捕獲する密漁や、密漁がある。 これらは、その生物そのものや、そこから得られる産品が持つ、資産価値、または、利用価値のある動物や植物をむやみに捕獲、その数を急激に減らしてしまう行為である。このため、自然保護という観点は、なおのこと、それら動植物を資源として見た場合の資源保護の観点から、乱獲は回避されるべきだという意見も、近代以降活発に発せられるようになってきた。古くから、 人間は自然との関係において食料を得るために伝統的に編み出された狩猟や漁業の方法を獲得している。これらは長い歴史の中で乱獲にならない方法が経験的に確立されている場合が多い。例えば以下のような伝統的思想が見受けられる。また、これらは捕獲する側の人間の絶対数の少なさにもよって自然淘汰の圧力に 若干多めに負荷がかかる程度で、ほとんどその総数には影響しないといった事情も見出せる。しかし近代化に伴い、従来は地域で得られた産品が地域で細々と消費されていたところを、都市の発達や輸送や保存の技術的発達にもよって、得られる時に得られるだけ捕獲しようという傾向が強まったこと、また資本の流入、加えて工業の発達は、 食料資源だけではなく、それら動植物から得られる様々な産品を加工して利用する文化も発達し、それらを工業原料として大量に必要とした。古都産業革命によって人間は大量の物資を消費することを始めたのである。この時代よりは都市部で増大する食料需要にもより、海洋資源である魚介類を効率よく捕獲する方法も発達するようになっていった。 こうして産業として大々的に捕獲されるようになると中には自然の回復力を超えて捕獲される種も増え急激にその数を減らしていった。ましてもとより個体数の少ない動植物ではその希少価値にもよってますます積極的に捕獲が進んだ。こうして19世紀から20世紀に入るまでに危機的状況に陥る動植物種は数知れず中には絶滅に貧したり 文字通り絶滅してしまった系統も発生。この時点で、ようやく人間は乱獲することの無謀さを学んだ。北西大西洋での大西洋柄の漁獲量の推移、乱獲により1990年代には激減した。こういった乱獲により、従来は単一の生物種のみならず、生態系全体で、生物フローが循環していたところを、部分的に大きくバランスを崩されてしまい、 これが回復できないほどに全体が破壊されてしまう傾向が見られる。また先にも述べたが、生物資源として見た場合には、将来の資源が枯渇するなどの問題が見られる。例えば生態系の例では、日本狼はかつて日本の山林で熊や猛禽類と並び有力な捕食者であったが、まず、江戸後期にこれら流行に伴う狼信仰の加熱により、狼頭骨、 意外の需要が高まったことにより補殺に拍車がかかり、さらに明治後には日本の近代化に従い盛んになっていった牧畜の被害が出たことなどから徹底的に駆除され、明治期には銃器も普及した。また狂犬病や実転波などが流行し、これらの要因が複合して絶滅に至ったと考えられている。結果的に捕食者を書いた日本自家や日本猿などの増加は、 山林の開発による生活環境の縮小にも伴い、近隣農村で無視できない被害を出している一方の資源問題では、象牙の例がよく知られている。象牙は象の牙であるが、加工性に優れ独特の風合いもあって、他に得がたい工業原料となった。このため乱獲された象は、急激にその数を減らし、 元より長い寿命から急激に数が回復することを望めないこともあり、一頃はあまりに減少しすぎたことから種の自然消滅による絶滅も危惧されるほどにもなった。このため積極的な保護活動が行われ、増下の取引は完全に停止された。今日では合成樹脂全般の発達や水牛の角、またカゼインと酸化チタンなどからなる代替素材も発達し、 必ずしも造毛は資源としての価値はかつて乱獲が進んだ時代ほどはないが依然として希少資源としての価値が存在する。このためそれら資源的価値に絡む密量は漢方薬原料としての価値がある角を持つ際のケースを含めこの動物が生息する地域でさらにはこれが密輸される側の国にとっても問題となっている。他食料資源や燃料工業原料として クジラは積極的に捕獲され消費されていった。しかし連綿と続いた捕鯨の歴史は産業化されて以降に急速にその技術が発達、需要の増大にも絡んで過剰に捕獲してしまうようになり数世紀にも及ぶ。捕鯨産業は20世紀に入って資源保護の観点もあって国際的にほぼ全面禁止され、調査捕鯨や少数民族の伝統捕鯨以外は 行えないないようになった。蝶ザメ美食として名高いキャビアや蝶ザメの肉は極めて高価な価格で取引されている。しかし蝶ザメの生息域に位置するロシアでは経済マフィアが絡んでの密漁も横行、環境汚染もあって急速にその数を減らしている。このため WWF ロシア支局は2006年1月に異例のキャビア消費自粛を訴えるキャンペーンを行っているほか同年に ワシントン条約事務局がカスピ海産キャビアの国際取引を当面禁止した。なおこれは天然産のものに限り養殖されたものは除外される。ビーバーこの水辺の動物はその美しい毛皮が,が元で乱獲され、絶滅寸前にまで追い込まれた。帽子の材料として19世紀前半までに年間10から50万頭が乱獲された。この結果、ビーバーの数が激減して、 毛皮価格は高騰、到底防止の原料として使えないまでになった。この後、シルクハットが発明され、流行はシルクハットに移行していったため毛皮の価値も下がり、乱獲されないようになっていった。後の手厚い保護にもより、次第に数は回復傾向にある。時かつては、アジア、極東地域ではありふれた鳥で、 日本では草食用のほか食用としても親しまれていたが、時色と呼ばれる、美しい羽や食用のために乱獲され、また環境汚染によって絶滅に瀕し、日本地域にわずかに確認された個体を手厚く人工、繁殖しようとしたが失敗、後に絶滅していたと思われていた、中国奥地で群れが残っていることが確認されたが、日本の時は絶滅した。 現在は中国で確認された群れの保護と繁殖が進められている。日本では日本産時で培った飼育技術を活かし中国産時の人工繁殖を進めている。キャビア消費自粛キャンペーン。ありがとうございます。